皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユートボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで江藤がね来て話題になっていますが、他にもイベントやってきているの皆さんご存知でしょうか。はい、ということでね、ぜひいろいろ確認してみらってください。何言ってんのか分かんない。GP がねたくさんもらえるイベントやってきてますので、それを紹介していきたいと思います。まずはですね、スタートアップキャンペーンボリューム2開催中ということで本日から始まりました。ボリューム1はちょっと前にやってましたけど、ボリューム2結構期間が細かくね分かれていますので、各5万 GP ずつもらえて、期間6回やりますので合計が30万 GP という感じで、めっちゃもらえるやんっていうね、急にどうしましたのみたいな感じになってますが、ぜひログインを3日とか4日とか大きいかな、まあちょっとゴールデンウィーク期間あるから、ちょっとコンシューマー版はね、なかなかログインするのが難しい日もあるかもしれませんが、しっかり逃さずやれば30万もらえます。そしてですね、特別なツアーイベントが開催されますということで、これ来週の月曜日からスタートします2週間です。リーグアンと、イングリッシュリーグって書いているので、まあ、対象選手がこのねリーグなんだろうと思うんですけど、報酬増量ということなんで、結構期待してみましょう。あんま期待しない方がいいのかな。 GP がちょっと増えたり、トレプロ増えたりとかなのかな。はい、まあいつもよりね、もらえますので、この辺はしっかりやることをお勧めします。はい、それがゲーム内のお知らせにも来ているという感じです。はい、もちろん、今週分のスタートアップログインキャンペーンボリューム2の5万 GP は付与されています。あと運営からのこのお詫びは、あれかな、格付きがあった件のお詫びかな。はい、受け取り期限が2つはありますので、まあすぐ受け取ってください。はい、その他にもイベントがまたやってきてますので紹介していきます。まずはこちらのリーグクラブという、まあ、試合のところ、オーセンティックチームっていうところですね。ここ入っていただくと、はい、イベントが山積みされています。J リーグ、アメリカンリーグ、まあ、これは先週も来ていましたので、またね、更新されてクリア条件もね、またチャラになってますので、1から GP を貯めることができるものです。ちょっと画面外にもね、まだあって、今回メキシコリーグと、あとはリーグアンの方も来てますので、そちらもね、まとめてやると、いろいろ GP は回収できるというものになってます。はい、まずは特殊なものを紹介します。ウィナーズチャレンジっていうのが来ています。ウィナーズのユニフォームが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開催中、クリア条件を達成するとキャンペーンに参加となるということになっております。主要クラブはこちらの、まあ、メインパートナーと言われる5クラブになっています。このクラブを、まあ、既存かな、使うことになります。で、クリア条件1試合行う、簡単、クリア報酬1万 GP、 素晴らしい。開催期間2週間となってますので、長い期間ありますが、とりあえず1試合、勝ち負け関係ありません。クリア報酬もしっかりもらえて、ちょっとトレプロいくらだったっけ、1000トレーニングプログラムが2枚ですね。2回目以降のクリアは 100GP しかもらえないんで、とりあえず1試合だけね、やっておくのがいいんじゃないでしょうかっていうところです。はい、特にユニフォームなどもね欲しいという方はぜひ参加しておきましょう。はい、それから、先週も来ていましたアメリカンリーグ、そして J リーグ、さらには今週から、メキシコリーグも参戦してきました。こちらのクリア条件などは統一になっていますので、まとめて紹介します。開催期間1週間、クリア条件は勝ち点方式になっています。それぞれ3試合で勝ち点どれぐらい取れるかでクリアすることができます。報酬に関しては、チャレンジ3まであるんですけど、すべて初回だけ集めると 8000GP、 トレーニングプログラムが1000が4枚集まる計算になりますので、まあ初回分だけではねクリアしておいてもいいんじゃないですかね。ちなみに2回目以降はどれも、チャレンジすべて 100GP なのでお気をつけてください。はい、ちなみに J リーグは先週末リーグ戦がありませんでしたので、おそらく C 固定になっていると思うので、まあ好きなクラブ、まあ強いクラブ、まあうん、あんま言わないでおきましょう。使っていただくといいと思います。はい、続いてはメジャーリーグサッカーの方ですね。アメリカンリーグか。こちらのおすすめクラブなんですけど、そうですね、まあ割と3対0で勝っているミネソタだったりオースティン、まあこの辺がいいんじゃないかなっていう感じしますけどね。あとは、ニューヨークレッドブルズ、ニューヨークシティ5対4で、まあ失点もしてるから守備陣が不安なので、3-0 で勝ってる、ニューヨークレッドブルズ、もしくはオースティン、ミネソタ、まあこの辺りかな。はい、クラブ名に関しては、そのままのものになんかアルファベットが追加されてるぐらいなんでわかると思います。はい、ということでメキシコリーグの方なんですけど、活躍を見ると、そうだね、パチューカ、クラブアメリカっていう、まあ結構有名なね、メキシコの中では有名なクラブなのかな。そちらの方が良さそうですなんかね、結果見ると。ただですね、ゲーム内偽名になっていて、今回のアップデートで、とりあえず搭載できるようになったっぽいんですよね。どこの情報を見ても偽名がどのクラブなのかっていうのがちょっとまだ判明していないので、分かり次第ねコメントとかに書いていこうと思いますが、
何かね分かったという方は、ぜひコメント残しておいてほしいなという感じです。最後がチャレンジイベントのリーグワンのイベント、まあこれはもうねおなじみですよね。クラブはいいかな。はい、クリア条件は試合を行うだけというものなので、先週のラリーガのイベントに続くものですかね。期間は1週間。クリア報酬の方が大きくなっています。すべて初回分報酬を回収すると40000GP、 そしてトレーニングプログラム1000が6枚もらえますので、まあ、これはしっかり回収しておきましょう。2回目以降安定の 100GP です。はい、おすすめのクラブなんですけど、まあ、安定の PSG ですかね。引き分けたんですけど、メッシ、ネイマールとかは調子良さそうだし、まあ、戦力的にも PSG でしょう。ちょっと飽きたよという方はリオン、モナコなども使ってもいいかなって感じです。ちょっと、はい、こちらの情報の、ライブアップデートまだ変更が入ってないっぽいので、まだね新しいライブアップデートが分かんないんですけど、まあ、安定の PSG で多分大丈夫だと思います。はい、ここまで全てリーグクラブのものになりますので、そこチェックしてみてください。あとはドリームチームの試合のところにも、ワールドワイドクラブズの方のチャレンジイベントが来てますね。これはドリームチームを使うものになります。開催期間1週間、クリア条件は勝ち点方式になっています。クリア報酬は基本的に、まあ、J リーグなどのイベントと同様、初回全てで 4000GP、 トレーニングプログラム1000が4枚、この辺も変わっていないようです。これはドリームチームで参加できますので、ぜひやっておいてください。はい、ということで今回紹介したものだけでも GP にすると37万 2000GP かな、結構もらえますし、あとトレーニングプログラムも全て回収すると経験値1000のものが22枚かな、結構集まりますので、全てやると育成なんかもはかどるんじゃないでしょうか。ぜひやっておきましょう。はい、ということでイベント情報以上になります。ぜひアイテム欲しいという方はどんどん参加して、ぜひ GP など回収しておいてください。はい、こちらのチャンネル e フットボール情報を随時いろいろ紹介しています。まあ、このようにね、細かい情報をしっかり紹介していきますので、まあ、イベント情報とか逃したくないという方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。